はい、こんにちは、つぐきです。今回もですね、2件取り上げようかなと思ってるんですけど、1件目がですね、はい、煽り運転したあの男がいたじゃないですか。なんか煽り運転した逆にですね、後ろの車の男性を、後ろの車に乗ってた運転手の男性をね、あの何度も殴ってですね、怪我を負わせて、まあその男は逃亡してですね、まあ、全国指名手配されたんですけど、その男がですね、なんか先ほど逮捕されたみたいなんですね。なんか大阪市内で、なんか茨城県警に、なんか確保されてですね、まあ、ちょっと記事があるので読みますね。茨城県守谷市の常盤自動車道で、10日に煽り運転をして、車を停止させ、運転していた男性を殴って怪我をさせたとして、茨城県警は18日にですね、はい、まあ、全国に指名手配していた住所職業不詳宮崎文夫容疑者43歳を傷害容疑で逮捕した。同日午前、大阪市東住吉区内で容疑者を確保したと書かれてますね。はい、まあそういうふうに書かれてです、まあ県警によりますと、なんか10日午前6時15分ですね、まあちょっと先ほども言ったんですけど、この守谷市の時はなんか道時は道上り線の守谷サービスエリア付近で、煽り運転の末に停車させた乗用車の会社員の男性24歳になんか降りてこい、男性にですね、まあ降りてこい殺すぞとね怒鳴り、運転席に窓から男性の顔を数回殴って、顔や手に怪我をさせた疑いがあると書かれてですね、まあ、宮崎容疑者は神奈川県警の輸入車ディーラーが4月に代車として貸し出した白のスポーツタイプを、なんか多目的車 SUV を運転、男性の乗用車を追い越し、車線で後方から煽り、前に割り込んで無理やり走行車線に停車させ、車を降りて男性に近づいたというと書かれてますね。はい、まあね、本当にこれ見て思ったんですけどね、この宮崎文夫容疑者ですね、まあ逮捕はされたんですけど、なんか何かで見たんですけどね、捜査員にあのなんていうんですかね、あの抑えられてるんですけど、あの取り押さえられてるんですけど、なんか抵抗なんかみたいなことをしてたんですね。なんか激しく抵抗してですね、何かね、まだ暴れてるみたいですね、この宮崎容疑者。この人なんかね、精神的にちょっとおかしいんじゃないかなって僕は思ったんですよ。ちょっと精神的にちょっと正常ではないなって僕は思いましたね。ね、しかもね、煽り運転した逆に、なんかそのね、後方車の男性ね、殴ってますからね、あれね、異常ですよ、これ普通じゃありえないですからね。本当になんでこんなことしたのかがちょっと理解できないっていうか、まあ、今後も、まあ、捜査して明らかになると思いますけどね。はい、本当に、まあ、今後はね、なんかこういう煽り運転起きた時に、こういう宮崎容疑者のような方が、ね、来たら怖いですね、本当僕も。っていうか、これ窓開けないようにした方がいいかもしれないですね、窓ね、これね、あのこんな向こうがね、なんていうんですかね、宮崎容疑者がこんなやろうとしてたみたいですけど、開けないようにした方がいいかもしれないですね。はい、なんかそういうふうなことも言ってた方もいましたからね。はい、まあこれ速報ですね。はい、まあ、逮捕されてよかったと僕は思いますね。はい、まあ、全国指名手配だったみたいですから、はい、警察お疲れ様ですって言いたいですね。茨城県警お疲れ様ですって言いたいですね。はい、まあ、てなわけで、まあ、2件目がですね、あの NHK 集金人になんか消火器噴射したみたいなんですね。なんかあのこの34歳ぐらいのベトナムの男性をなんか逮捕したみたいでですね、まあ、そっちの方は愛知県警の方がですね、なんか17日ぐらいにですね、なんか NHK 受信料の集金人の男性に消火器を噴射したとして、暴行の疑いで
あのこのベトナム人のこの方をなんか技能実習生のとこを現行犯逮捕したんですね。なんか相手の言っていることが分からなかったと供述していてですね、まあ、逮捕容疑はですね、なんか15日午後5時ぐらいにですね、なんか男のアパートを訪れた男性の 顔に向けてですね、なんか消火器をかけたみたいでですね、噴射して暴行を加えた疑いでですね、まあ、男性に怪我はなかった。署によると、なんか男性は新規契約の営業のために訪れ、玄関先で会話した後になんか暴行されたという書かれてですね、まあ、その男性は直後に110番してですね、契約をめぐるトラブルがあったとして、なんか調べてはいますね。はい、まあこれはまあ確かにですね、ベトナム人の男性が悪いと思いますけどね、これね。はい、まあ相手の言ってることが分からなかったってね。はい、まあ一応消火器をなんか、ね、顔にかけるっていうのはちょっと異常ですよね。これはまあ、はい、まあこのね、周期人ね、 NHK の周期人って結構怖いみたいですからね。なんかまあ中にはね、まあ、あの N 国との立花さんが言ったと思うんですけど、暴力団もなんかヤクザみたいなのもなんか関わってるみたいですね、周期人にね。それをなんかヤクザも使ってやってるらしくてですね、そういうこともありましたからね。あと周期人ちょっと怖いですからね。はい、まあこのベトナム人の男性はね、この周期人に対してね、どういう風に思ったのかがちょっとよくわかんないですね。はい、まあ本当周期人っていう、これね、本当になくなってほしいですよね。まあ、NHK スクランブル化したらね、まずこの周期人のこれはなくしてほしいですね。はい、まあてなわけで、まあ今回はこの話で、まあ2件取り上げましたね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。